もう一遍だけ言うぞ、キリュウさんはどこにいる？知らねえっつったらどうする？なあ？俺が力ずくで聞き出しますよ、ヤマイ。富澤、これ以上手下の前で恥かきたくなきゃ、やるべきことは分かってんな。恥なんてとうの昔に捨ててるよ。どうした、手に持ってんのは飾りか？トミー、やめな。キリュウさんって人なら無事だよ。おい、でも組長さんに手を出すならこの先は保証しない。なんだよ、案外人望あるんじゃねえかあんた。いい女だ。俺はああいう人と初対持ちたかった。いいんじゃない、本気なら今からでも遅くないですよ。そん時は応援してくれ。入るよ、お客が来た。大きな声出すな、寝返しといてやれ。あんたら桐生さんを見てくれてたのか。組長さんに言われてやっただけ。この人は組長さんの憧れの存在なんだってさ。病だ。運び込まれてきた時からずっと眠ってる。怪我は大したことはないが、内臓が弱りきってる。やっぱり相当無理してたっすね、キルさん。ここじゃ応急処置くらいしかできん。仲間ならさっさと連れて帰れ。病のやつ、こんなことだったら俺らとやり合わなくてよかったのによ。うん、けど病も茜さんを狙ってたんだろう。まだ彼女を追うつもりなら話は別だ。病、あんた茜さんのことはどうする気だ。茜ってのは例のばあさんのことか。ばあさんって言うんじゃねえ。そもそもあんたはなんで茜さんを追ってんだ。ハワイの裏社会がこぞって探してるからだ。どんな価値かは知らねえが、そんなもんは手に入れてから確かめりゃいい。そんな理由かよ。ハワイに来てだいぶ経つが、俺らはまだ売り込み中だ。バラクーダとガンジョーからは随分下に見られてる。だから連中が奪い合ってるもんを先取りできりゃ、そこでようやく交渉のテーブルにつける。交渉？格好つけた言い方してるけど、要は茜さんとラニちゃんの命と引き換えに利権が欲しいって話でしょ。連中が狙ってんだ。ばあさんには追われるだけの理由があるんだろう。だがラニってのは何のことだ。少し安心したい。それを知った上でのことじゃなかったんだな。説明させてくれ。信じるかどうかあんた次第だけどな。パレカナの代表が
真の支配者でラニってガキを狙ってるか。作り話にしちゃだいぶお粗末だ。信用してくれるんだな。富沢の件にしろ桐生の件にしろ、お前は嘘が上手じゃなさそうだ。それに連中がばあさん一人を血まなこになって追っかけ回す奇妙さにもやっと納得がいった。ばあさんの件からは手を引く。ガキを食い物にするほど金に困っちゃいねえからな。桐生が目覚ましたらさっさと出て行け。うちの島にちょっかい出さなきゃお前らとはこれっきりだ。ああ、病、最後に一つ言わせてくれ。ああ、桐生さんのことを手当てしてくれてありがとうございます。恩に着る。死体の首取ったって何の看板にもなりゃしねえってだけの話だ。いや、俺の中じゃあんたは男ぶりをあげたぜ。ま、あんたには何の足しにもならねえだろうがな。ああ、まったくだ。私は桐生一馬の家族です。おじさん、家は？お前、家がないのか。孤児院、黙って出てきた。お前、孤児院にいたのか。じゃあお前、いたぞ、あのガキだ、捕まえろ、絶対に逃がすな。よせ、おい、よせ。もう大丈夫です。ここは安全ですから。春日。何があった？病と手打ちをしていろいろ話しました。あいつらは何も知らずにいたんです。ハワイの裏社会が茜さんを追ってたから彼女を探してたってだけで、他に新しい情報はありません。今もまだ茜さんとラニがどこにいるかは。そうか。あとは俺らに任せてください。桐生さんの体はもうこれ以上の負担に耐えられません。みっともねえとこ見せちまった。だが全部承知の上だ。もう大丈夫だ。まだそんなこと。どう見たって大丈夫なんかじゃないでしょう、桐生さん。私は昔看護師をやっていました。そのことを踏まえて聞いてほしいんですが。先が長くねえことは分かってる。だが俺にはやるべきことがある。ラニや茜さんを救うことですか。あなたには無理です。何？日本に帰国して回復に努めてください。
さもなくば春日さんたちの足手まといになります。私の任務は茜さんを一刻も早く保護することです。客観的に言って今のあなたがここに残れば任務に差し支えます。春日さんたちにいらぬ負担をかけ茜さんの捜索を遅らせかねない。結果的にラニという少女を危険にさらすことになる。それは本意ではないでしょう。ラニと沢村遥を重ねているあなたにとっては。沢村遥。桐生さんにとって娘同然の存在です。100億の少女と呼ばれ大人たちの欲望に翻弄され続けた。桐生さんが守っていなかったらきっと誰の目にも触れず闇に葬られていたでしょう。ラニの境遇は私の目から見てもかつての沢村遥と重なるところがあまりに多い。桐生さんが強くこだわるのは理解しているつもりです。しかし今のあなたのコンディションでは人を救うことなどとてもできない。そんなのは元看護師でなくたって見ればわかる。もうその辺で。桐生さん、しばらく休養してください。難波も帰国に付き添うと言ってくれてます。茜さんのこともラニのことも必ず何とかします。俺だけじゃありません。足立さんもじいちゃんもトミーもエイちゃんもいます。だからここは俺たちに任せちゃくれませんか、桐生さん。情けねえな。てめえより若い連中にここまで言わせちまったか。俺は任せるか。俺はどっか人に頼るのを怖がってたのかもしれない。怖がる？桐生さんがですか？ああ、自分でも今初めて気づいた。長生きはするもんだな。ええ、そうですよ。わかった。すまないが、茜さんとラニのこと頼むぞ。春日、みんな。はい。一番。の一番にお知らせしますよ。お体大事にしてください。ちょっと待った。一ついいか。お前ハワイ来た途端ちーちゃんなんか捕まえやがって。さっちゃんのことはもういいのかこの野郎。そんなんじゃねえって。ちーちゃん下手すりゃ二回りも年下だぞ。それがいいってこともあんだろうがよ。
俺は全然ありだぞ、ちいちゃん。あ、たく、せっかくハワイ来てくれたのにこんなバカ話する暇もなかったね。悪いと思ってるよ。まあいいって。じゃあ頼んだぜ、ナンバー。おう、それじゃあな。道島の竜に後を託されちゃった。責任重大だね、一番ね。けどやってみせるさ。それで何か茜さんたちを探す当てはあるのか。また動画上げてコメント待つってんじゃねえだろうな。あれも悪い手じゃなかったろ。今この瞬間にだって茜さんからメッセージが来るかもしれねえんだ。茜さんが所長をやってた養護施設があってよ、そこはパレカナが運営してんだ。じゃあそこに行けばパレカナの人間と接触できるわけか。もう行ったことあるけどね。その時はまだブライスの正体を知らなかったけど、手がかりはなかったよね。それにあそこの人たちがギャングなんかと関わってるようには思えない。とはいえ今んとこ心当たりがあるのはあそこだけだからな。また行って確かめるほかね。わかったよ、現場百遍は捜査の基本だ。調子いいね。Thank you. さて、What are you staring at? Don't you mess with us. 準備はできてるぜ。全力でかますぜ。Yourself. 準備はできてるぜ。全力で
かますぜ。つかめたんじゃねえか。よし。What do you want? I'll sue you! やんのかこの野郎。全力でかますぜ。真の出来じゃねえか。負ける気しないよ。おっしゃ、行くぜ。全力でかまって。調子出てきたな。準備はできてるぜ。全力でかまって。Thank you for stopping by. Whoa. Say it's a joke, dipshit. Thank you, kid. Sir, 行きますか。全力でかまって。
gonna put you in your place. さあ、行きますか。よくね、かまつめ。Thank you for stopping by.
ここなんだな、パレカナの養護施設ってな。ああ、ただ妙に静かだな。前来た時は子供たちが遊んでた。あ、ほらあそこに。あれ、見覚えある子だったんだけど忘れられちゃった。いや、というより俺らを見て怖がってたように見えたぜ。ここの子たちはもともと誰にでも人懐っこかったろ。うん、やっぱりなんか変だよ。あの子に根も葉もねえことを吹き込んだ奴がいるのかもしれねえな。現場百遍は正解だったかもしれねえぞ、カズが。変化があるってのはいい兆候だ。かもな。行こうぜ。